レントゲンしすぎじゃない？見られてない。てん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 、始めようよ、今すぐにたどり着きたい場所がある。何もて行けばいい。マジャカリさん、マジャカリさん、マジャカリさん、マジャマジャ。とりあえず藤宮源はミーティングでボタンにいたので無理です。昇降機夏目右です。足左です。先に三とずっと一緒。なになに、エコエコくどいてる、くどいてる、サントスさんとずっと一緒。今年サントスさんと同じリスポン。ご一緒に使ってる。ピカクラさん最後わかんない。そうですね、最後だけピカクさんわかんない、はい、サントスセンターは絶対100無理を証明できます。はい、まあ、ちなみにキッチン超高級にいた足湯さんも無理っぽいかな。あ、てか誰も見てない。マシャさんも見てないっすね。見てない。見て。そしたら左怪しいんですけど、貨物室短気脇ですね。アルトエンジンルーム短気脇。アルトさん、エンジンルーム短気後の動き教えてもらっていいですか。そのまま上がってって金庫室ダウンロード終わり。ああ、なるほど。ありがとうございます。金庫昇降機前、違う、宿舎前通路を多分右に行っている緑っぽい人を見てる時の、うん、あ、これ足湯だ。足湯さんかどっちか。あ、源さんもか、源さんかもしれん。源です。足湯さんは、宿舎前通路で湧いた後に一回金庫に入ったかなんか行って、でそのまま右行ってない、誰か。昇降機左のところで待機されて、私ははしご登ったら藤宮さんがおられました。で、私は最悪のタスクだけやってボタンを押した時には藤宮さんはすでにおられなかったんで。あ、藤宮さんミーティング本当に2だったんですか。まあ、最後の最後、僕も奥のタスクをやりに行ってて、源さんがボタンを押すところまでは視認できてますが、階段上とかは分かんないです、うん、上がった階段の回数って3回に聞こえたけど、気のせい、他の人どうだった。上がったとしても源さんは無理とは言います。はい、源は一番奥に行ってボタンを押しただけなんで、うんうん、源氏には藤宮さんの白をそこまで拾えないなという感じですね。言い方としては、はい、あるとマシャカリが悪いかな、これは。これで短気脇のとこが、これで夏目先生インポスターだったらかなり鬼だな、今の言葉。違うから、それだったらやばすぎでしょ、性格。ねえ、本当に良くない、そういうの。おー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 、ピークミーアンプ。なんでこの二人主人だよ。ナイスボタン。さっきってピカクロスさんも浮いてるんでしたっけ。私から猶予時間6秒ぐらいだけ浮いてる最後。もうちょっとあったと思うけどな、ちなみにどこ脇やったんですか。キッチン、キッチンです。キッチンでサントスさんとずっと一緒にいたんですけど、エンジン上ぐらいまで行けてるからもうちょいあったと思うけどな、ピカクロスさんと離れてから。まあ、でも、あ、そう、でもキッチン出るくらいまで見た気がするけど、ピカさん。そう、あのね、その後私は武器庫のタスクをやってるから、あんまり時間はないよ。多分6くらい。あ、OK、ね、ちなみに時計さん、あ、ごめんなさい、サントさん的にはどんぐらい、さっきの1回目 の, 回あの時間って何秒ぐらいでした。あ、20から30の間じゃない、アバウトだけど。うん、
あの多分先に全員の出現地ちゃんと洗い切った方がいいと思うんだけど、はい、まだ行ってない人何人かいると思うのでちょっと自己申告で全員言ったんですか一応アーカイブ脇の方いらっしゃいますね。ナオトメ先生どこだっけ、自分はアーカイブ昇降機っていう順で行ったと思う、なるほど。マシャさん、マシャさん、マシャさんじゃない、アシーさんは昇降機からだっけ。足は宿舎前室通路で金庫行ってそこから昇降機直しに行ったんですね、左側で。アルトさんが僕のことを見てるんで動きがまあ完璧にそれなんで、アルトさんエンジンから金庫行ったら間違いないと思ってます、うん、そしたら、ほぼその単独行動、単独で出てきて、うん、その後単独行動してるのが東屋さん、そうですね、とあと一応夏目さんがギリって感じか。そうですね、まあでもギリだけど、まあ自分が宿舎前あじゃなくて昇降機右下で直してるから。マシャさんを見た人は分かんないけど、アーカイブマシャカリさん脇で昇降機直してて夏目さんが切ってる場合はそのローンが通っちゃうから微妙なところです、うん、あ、ね、どっちかっぽいよね、まあ、アーカイブかカモスか。だからそうね、夏目先生は黒ではないと思うけれど、灰かどっちかっていう。東屋さん どこまで行ったんですか。僕は貨物室からあえて下側に抜けて電気室がラストですね。何の相手だ。いや上行くと死にそうだなって思って下に行って、それはした、ね、まあ自分も怪しいということだけど、怪しいというか、まあ、できなくはないくらいですね、はい、うん。これさ、左側行っちゃうとキルできないよな、これ任しちゃおう。この身見られるでしょ。下へ見てます。ピカクロさんの、はいはいはい、メインホール、メインホールで、メインホールのとこに死体がありました。メインホール詳細教えて。メインホールのね、左からみ、あのアルトさんどこだっけ？アルトさんも来たよね。僕最後今メインホールに入ろうとしてる。なんかね流れてきたんだよね。ヒューンってアルトさんが左から。あ、それ多分ピンポンパーンってなってるからじゃない。あ、そう。止まんないから。うん、アルトさん見てないから。メインホールどこですか？ね、左側。一応5秒前アドミン見てて、エンジン4、武器庫1、ラウンジ貨物診察111がついてたの確認してます。あ、診察事務。貨物事務の。貨物まで行ったん、センター。うん。センターさん、エンジンルームからメインホール、割と直近で抜けてません？いや。まあ、でもコミュニケーションにいたのが藤宮センターあると、うん、先に抜けてるから、うんうん、で藤宮さんはコックピット、源さんが武器庫から上がってきてる、はい、あ違うわ、貨物神殿図見てて、はい、で神殿図自分が見てる状態では神殿いなくて、うん、でそれが多分診察1の時だと思うんだけど、で電気メインって上がって、メインのはしご上がった時にチラッて左側に死体があって、そこにアルトさんがいたように感じたから、うん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 、どうなんだろうって今思ってはいる。はい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 。だけどそれがそのボタンを押された時にヒュスラーって流れたって言うんだったら分かんない。正直僕はね、死体を発見できてないので、うん、まだ入れてなかったから、1個言うと、うん、アルトさんがインポスターだった場合って切って右方向を入力して終わってるからちょっと変だなとは思っている。だからインポスター殺したってインパスターじゃないんじゃないかなと思って走って最後終わったってことは右向きで終わってるってことだから下に近づいてる動きだから、まあうん、インパスターって近づくから、そう近づくのかなと思ってる、うん、あとちなみに私は結構前に結構前じゃない、下に上がるちょっと前くらいの多分時系列で近くで東屋さんが棒立ちしてるのを見てるんで結構怪しくて、メインホールですか。あ、そうそうそう、エンジンの何もないところで棒立ちして、あれあそこから給油できるんですよ。給油してました。給油の位置だっけ、下側の給油や
おい、夏目、なぜ下位置を言ったんだ。まあ、見られたと思ったんだろうな。あれ、もう隙がない。レントゲンしすぎじゃない？見られてない。貨物の左脇のあの昇降機っていうんですかね、あそこです。で、直前に診察室左の扉でアルトさんとすれ違ってます。まあ最終位置だけ言うと、自分先端通信です。通信室コミュニケーション前です。コミュニケーションの中誰かいました？トウヤが直してる途中です。ごめん、見てない。トウヤさん誰もいなかったと思ったけど。足宿舎前です。センターさんとすれ違ってます。あ、そうですね。ルームで、うん、その通信室行く前にコックピット前で足湯さんとすれ違ってますね。ああ、写真さん、はいはい、とりあえず無理そうか。藤宮さん1サイクロ俺ってことか。そうです。もう東屋さんもなんかコミュニケーション中逆走してたんで、うん、めちゃくちゃ怪しんでますけど。あ、見物。なるほどね。サントスさんについてってました、ね、あれは。サントスさんは、このコミュニケーションサボ中に多分死んでる。さ、サントスさんについて行ったの。あ、で、メインホールの右側でタスク1個やったら、どっかに行かれちゃってて、そこではぐれて左いた感じですね、どうやら。あ、なるほど。このコミュサボなる直前に、ゲンさんはもう死んでた。バイタル見た時にはもう死んでた。でもみんな左にだから探し回ってました。あ、じゃあ1回目のさ時に通信室前に行った人物って結構無理じゃない？それ藤宮さんと足湯夏目、夏目先生か、はい、そこから僕ミーティング、あとあと、うん、あ、そうだね、自分メインホール行って先端がいた気がする、うん。まあ、東屋さんめちゃくちゃ怪しいと思います。いそうだから、さっきの1キロも含めたら東屋さんの中いそうだけど、東屋めちゃくちゃ怪しいと思うんですけど、僕は1キル目は確実に足湯さんが死人してるので無理だ。アルトさん入れます。藤宮さん、アルトさん入れる。そうなんだ。あ、でも東屋さん、2キル目は1キル目がアルトさんが結構怪しいですね。あ、確かに。2キル目はサントスさんが俺を否定したじゃん。あ、違う、あのメインホール、俺なんで、ボタン押そう、やばいかも、ボタン切った方に行くの、わかんない。わ、やべ、コミになったまんまか。危な、よしよしよし。なんか、ごめんなさい、ごめんなさい、最後なんかアルトさんのパッションが白すぎてちょっと考え直さないといけないのかなとか。まあ、でも、アルトさんだったらなんか相方って結構トウヤさんっぽく見えてるので、逆にトウヤとアルトさんのラインってどこかで繋がってましたっけ？ラインっていうのは
まあそんなないですけど、それぞれだから、うん、単独でって感じ、うん、はいって感じか。まあ、だからサントスさんが死んでるって面で、はい、サントスさんが死んでるってことで東野さんとアルトさん、はい、どっちかには絶対にいると思ってて、うんうん、サントスさんは両方怪しんでたから、あの2キル目のやつの、アルトさんはなんか別に完全に無理っていうわけではなかったんで、うんうん、はい、だから右に進んでるのがまあそういう動きしないかもしれないっていうふうにサントスさんが落としただけなんで、まあキルできる位置にはいてたんで、うん、はい、そうね、アルトさん白軸だとバイタルの情報が本当ってことですよね。でゲンさんはもうすでに死んでたって話で、ゲンさんの派遣でしたよね、貨物の。はい、うん、ただあの白あ、はい、照明がちょっとまた変わってくるかなと思うんですよね、直近だと。単純に通信室、うん、だいぶ前に死んでんだったらもう通信室に来た人にアリバイが成立してるから、はい、通信、あのコミュニケーションを逆走してた東野さんを釣らないと、東野さんがクルーメイト、アルトさんがインポスターだった場合にも、なんかやばい気がする。その証言で負けちゃう気もするけど、すっきりするのであれば釣っていただいて大丈夫です。はい、あのゲンさんが死んでたことなんですけども、あの最初のコミュニケーションサボ終わった後、うん、アドミン見たんですけど、8人の状態で7人が確実に動いてたんですよ。で貨物も動いてる状態だったんで、もしかしたらバイタル情報違うんかなって。東野さん目線ってアルトさんで釣れてますか？はい、僕はほぼ釣れてると思ってます。はい、うん、じゃあで、もう一浪なんですけど、メインホール左のキルの時に僕あの先端さんをメインホールに、うん、あの送り出してからエンジンルーム宿舎前金庫でタスク中にあのレポートだったので、うん、割と先端さん怪しんでますっていう情報だけ落としておきます、まあ、そしたら最後的には先端さんが大丈夫です。ボタン押しましょう。 OK、 ボタン意識、はい、OK、 もうボタンないです。多分足湯さんと自分もありますか。自分押します。終わったんじゃね。なーにがうわぁ、いや負けるんだ。じゃあマジで負けるんだ。何がおかしいよ。え、夏目先生セルフだったんすかあれ。え、違う、まあ、夏目は主体の報告をしただけで、まあ右側にあったけど左側。お、何夏目言ってんだよってめっちゃ思ってた。お前言い方なのになんでバラしてんだよボタンなのにって。あれね、アルトさんにバレたって思っちゃって先出しして、まあ、一ギスをちょっとするぐらいでアルトさんにかぶせたなと思ってます。大谷さんと夏目さんのロラにならなかったのが多分不思議な感じはしましたね。そうですね、まあ、2ローケアで釣るって選択肢もあったけど、大谷さん目線で1釣れてるって言われちゃうと、ああその前ですね、うん、アルトさんを釣る前に、前に大谷さんと夏目さんまでは削ってよかったと思うんですけど、ね、だって2連続容疑者じゃないですか。あの対象がアルトさんが上がったのが不思議でしたねって感じですね、うん、あのまあ気の毒な、いや、まあ、でもの方に議論そらしててめちゃくちゃ誘導してたからな、そう先生が、そう初手切れの方に議論ずらしたらそのセンターは白くなるから、2キル目の話はずっとさ してほしくないって思ってました。うん、まあ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 、まあ、ちょっとよ各死体あの切るした時の容疑者候補の絞り込みが多分甘かったので、そうだから初日の容疑が全然絞れてないのに、バラバラになっちゃった、ね、まあでもしょうがないです、藤宮さん視点だと僕とすれ違った後に見つけてるので、ほぼ足湯さんしか白を分かんない、僕に黒を見てるのはしょうがないので、すいませんすいません、全然全然、あれ初手って夏目先生か、夏目先生かセンターさん絶対できない、アーカイブってことですか、はい、そう夏目君が初手だけ夏目さん、夏目さんで、はいはいはい、あと僕です、ね、全部で夏目さん初手殺しときながらあれを言ったってことで性格が悪いってことをめっちゃ面白かった、ね、あごめん裏で暴言入ってた申し訳ない、ざけんなよって言ってました。あの、なぜか、あの、あと気をつけてね、なんか、マシガリさん、あいつ後で締めてやるよ、こいつよ。やばいやばいやばい、あと、これ終わった後、やばいかもしれない。やばいかも。眠くるかもしれん。そう。ごめんね。だから。トヨさん、ごめんね、ちょっと黒く出してしまって、申し訳ない。いやいや、僕、めちゃくちゃ怪しかったと思います、自分でも。夏目さんがもうずっと無罪だったから、もう全部任せてましたね。あーまあそうですね、白い位置に入って1照明してくれたんで、まんまと誘導に引っかかりまくってました、もう完全に足湯さん視点で俺が無理なの分かってくれてないかなと思ったんですけど、そう難しかったですね、1手目がね無理なの分かってたんですけど、うん、そうなんです、あとそうっすね、僕の白を置けるのって源さんぐらいなんよね、だからね、アルトさん別に相当きつい
かったんですよね。白証明してくれるはずの人がいなくなっちゃってたから。そうだね。あと藤宮さんも僕視点白証明してくれると思ってたらもうすぐ塗りに来たからもう無理だなって思ってました。あでもね、でもねあれ藤宮さんしてしょうがなくて死体発見しないのかなっていう位置になっちゃうから、あそこ通ってきてるとたまたま引かなかっただけだと思うんですけど、多分藤宮さん視点だとそう見えちゃうかな多分、ゲームちょっと死ぬ位置悪かったっす。あの宝石のタスクのところだったんで。あ多分そっか、だからあれや、死んでたんや。僕もだから貨物になかったから、はい、アルトさんどうしたと思っちゃって、ゲームしたよ、ね、スルーした方々もクルーメイト側で何人かおられたのかな。そうそうそう、そこでちょっと浮いちゃったかなって。あれは申し訳なかった。あとやっぱケア釣りが正解だったかなですね。あの8人マフメンで私が切られる前にもうロラ始めるぐらいでも全然よかったかなって個人的には思いながら、よし次行きましょう。はい、すいません、ちなみにサントさん僕の弁当見えてました？え、全然知らない。アーカイブ出た瞬間サントさんに言って、あ、終わったと思って。なんかケンさん最近私の近くで弁当してる。いや、本当に毎回弁当ゲーしちゃう。この4回ぐらい近くで弁当してるんだけど、霊界で見てて、おこれサントさん気づいてるかと思ったら、サントさん普通にトコ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 って言ってたから、あ、見逃したと思いながら見てましたね、あれ。もう僕のタスクなんで、弁当ゲーをするってタスクがあるんで、ちょっと毎回やっとかないと。でもパッと見えないから、多分見えなかった、マジでタスクで見えなかった。食べたんでしょうね。